はようございます、いちきです。はい、今日はですね、久しぶりに霞ヶ浦おかっぱり、26日にバスクインフェスティバルの会場が、大会の開催エリアが霞水系と北浦とあと利根川なので、ちょっと今日は大会に参加するわけではないんですけど、その日釣りをするわけではないんですけど、プラをやってみようかなと。最近ちゃんと霞ヶ浦で釣りをしてなかったので、どんな感じなのかなと、ちょっと今日はやっていこうと思います。頑張りましょう。まさかの1投目から取れてないというね。いやー、風強いな、めっちゃ吹き抜けてる。ブロックエリア行った方がいいかな。今日は流入川メインでやろうと思ってるんだけど、前川とか行った方がいいのかな。外の坂浦とかね、なんかそういうとこ行ったきいい気がする。どうしましょう。ちょっとこれじゃあ釣りにならない気がする。さーて、風浦にやってきましたよ。外名坂浦、ここにちょっと巻いていこうかなと思います。いや寒いね今日。風が吹いたらスピナーベイト。もうね、多分オープンをやったってしょうがないと思うので、ひたすら足際を巻いていきます。湖面は荒れてないけど、人間的にはやっぱり結構きつい風だ。風が冷たい。いや果てしないなこれ。広いな霞ヶ浦。ダメだ。奥がシェードになってるんで、対岸をひたすら狙っていきます。生命感はここはベイトはいますね、ちゃんと。前川ってなんかしばらく見ないうちにすごい護岸化されてた。景色が一変してたな。
攻めないと食わないので、ちょっとタイニーで浮かせよう作戦をしよう。あっという間に5時になってしまいました。やばい、もう風がね強すぎて、どこ行っても爆風の爆荒れなんですよ。まあ本湖は捨てて流入とか支流域をやってみたんですけど、全然居所がつかめないです。どうしよう、かすみ久々に来ても毎日来ててもめちゃくちゃ難しいな。そう、あの風浦とか行っても、まあ、ベイトッケもないですし、なんか生命的なものを感じられなくって、まあ、唯一前川がお小魚もいて、まあ、でもボイルとかしてないから、一応バックスライド系でやったりとか、あと重めのB リーグとかもうやったんですが、何もないので、ちょっと、まあ、暗くなるまではやろうかなと思ってるので、私利根川ね、あんまや利根川をちゃんとやったことがないので、利根川行ってもしょうがないなと思ったんで、ちょっと難しいね本当に。霞ヶ浦マジで何で釣れてるんだろうみんな。ちなみに今日はですね、今日のレンタカーはラブ4です。テンション上がってます。乗り心地が最高です。最後はちょっと私が去年の2月にボラコンで50アップを釣った、通称一木ストレッチって呼ばれてるんですけど、に行きます。行こうかな、ほい、乗っていきます。41分だって、着いたら6時前だ、やば。4クナだけあって、霞のアクロも余裕です。なんかね、鉄喰がいいというね情報は聞いたんですよ。鉄喰というか、そう、鉄素材のものがいいで、だから鉄喰とかはね探しながらやってたんですけど、まあ人が入ってたりとか風がぶち当たってたりとかで、なんか釣りにならないっていうね。26日もこんな天気がね悪くなければいいけどなって。まあ雨降らなきゃまだいいかな。雨降ったらね結構ブースとか結構きついから、雨降らなきゃいいか。いやー楽しみですね、26日どれぐらいの人が来てくれるんだろう。久々おかっぱりしましたけど、霞ヶ浦で、でも楽しい。当日はなんか本湖でできるぐらいの天気だったらいいけど、砂やわらが来ました。荒れてんな。ちょっとネイルを入れました。風と流れがあるので。
寒い。いけんじゃん。白とかにした方がいいかな。でも車遠いしな。もうちょっとあっちが行けるのかな。難しい。完全に何かの反応あるな。ナマズなのかな。ナマズだろうな。わー。
いやー、ここまでしても釣れんのかいな。むずい。難しすぎる。雨降ってきた。退散しよう。いやー難しいな。はい、ちょっとね、雨が、大粒の雨が降ってきたので、今日はもう6時40分だって。明るいね。はい、もう今日の釣行はね、終わりにいたします。霞ヶ浦釣れずでした。いやー難しいですね、相変わらず。6月の26日再度告知になりますが、バスクイーンフェスティバル北総ゲレンデにて開催されますので、ぜひぜひご参加お待ちしております。ご参加の方法とかエントリーの仕方とか、あといろいろレギュレーションとかは、畑さんのセカンドのチャンネルの方で詳しく説明されてますので、概要欄にリンク貼ってますので、そちらを見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。いやー悔しい、釣りたかった。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ほいじゃのー。